くのファンを持つ富士重工業による自動車ブランド、スバル。その技術力の高さから、世界的にファンを増やしていることは、もちろん、チャレンジングな精神も特徴的ですね。そんな中、スバルの水平対向エンジンの模型を 3D プリンターで作ってみたという方が話題になっていました。左右水平にピストンを配置した水平対向エンジンは、スバルの代名詞的な存在ともなっていますが、海外ユーザーエリック・ハルルさんは、インプレッサなど数々の名車に搭載されてきた水平対向4気筒エンジン EJ20 を 3D プリンターで再現してみたようです。その名も、3D プリンティッドスバル EJ20WRX エンジンと名付けられた今回の作品は、サイズをギュッと縮小しながら、しかし、きちんと動作することが特徴。動画では、実際にピストンが動く様子を見せるとともに、分解しながら各膨らいを披露していきます。あくまで 3D プリンター製の模型なわけですが、さすがのリアルさでオブジェとして楽しむだけでなく、エンジンの仕込みを解説する教材にも使えそうなものになっています。この光景に、海外のネットユーザーの方々からもコメントが寄せられています。これに対しての海外の反応を見ると、